ボビー・ワグナーはカリフォルニア州ロサンゼルス出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシアトル・シーホークスに所属している。ポジションはラインバッカー。カリフォルニア州オンタリオの高校では最終学年の2008年に125タックル4サックを挙げるとともにタイトエンドとして37回のレシーブで595ヤードを獲得 11TD を挙げた。 大学進学前には、ライバルズドットコムから2つ星に評価される選手で、奨学金のオファーを受けたのは、ユタ州立大学からのみであった。ユタ州立大学では2008年から2011年まで4シーズン先発し、445タックル4点を、4.5サック、4インターセプトを上げた。4年次の2011年には、147タックル、4サック、2インターセプトを挙げて、 ウェスタンアスレティックカンファレンスの最優秀守備選手に選ばれた。2012年の NFL ドラフト前のシニアボールで活躍し評価を高めた。ドラフトではユタ州立大学の選手としては1980年のラロン・ジョーンズ以来の高順位である二巡全体47位でシアトルシーホークスに指名された。入団した。1年目の活躍は プロフットボールフォーカスより、新人インサイドラインバッカーとしては1位、リーグ全体でも2位に評価された。2013年、第5週のインディアナポリスコルツ戦で足首を負傷した。第15週のニューヨークジャイアンツ戦では10タックル、1.5サックを上げる活躍で23から0の完封勝利に貢献した。ラインバッカーとしては、軽量でパスカバーに優れている。ありがとうございます。